12球団一斉にセパが同時に開幕しました。12チームによる日本一を目指す戦い、今日から始まっています。読売ジャイアンツはここ東京ドームにベイスターズを迎えての開幕戦となります。今シーズンの解説は富山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ小宮さん、今年のセリーグですがどのようにご覧になってますか？昨年同様かなり混戦が予想されるので、各チーム、まずはジャイアンツのエース菅野が東京ドームのマウンドに上がります。この開幕戦を、さあペナントレース開幕です。早速なんですけれども、西さん、今年のジャイアンツをどのようにご覧になっていますか？まあ、やはり戦力は断トツ。変化球空振り。今日もこれがプロ入り初打席となる松井。ヒットでランナーを一塁に置いています。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。インサイド変化球外れます。4球目は何で来るか。内へズバッと投げ込んできました。外れてフォアボール。得点圏に先制のランナーを進めてしまいました。いや、そうですね、これはねチャンスですよ。さあそしてバッターボックスには阿部が入ります。ピッチャーとしては警戒が必要なバッターですよ。さあ一打先制のチャンス、まあ、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。アウトコース、これは見送ってボールです。インサイド打った、グラブが届いた、二塁へ送球、アウト。こういったプレーがプロ野球の醍醐味です。ここは決めたかった。そうですね、ピッチャーを楽にする意味でもそろそろ先制点が欲しいですね。そうですね。さあこのイニングで待望の先制点が生まれるんでしょうか。打ちました、これはどうだ、センターへ抜ける、これがプロ入り初ヒット。ノーアウトランナー一塁です。俊足のランナー走ってくるんでしょうか。このバッティングご覧いただきましょう。見事期待に応えました。まあそうですよね、完全に甘く入ってますからね。バッターは4番阿部。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがセカンドゴロ、偵察打に終わり、打ちました、痛烈、ファーストの左抜けました。ジャイアンツチャンスになります。大型ランナー二塁一塁。このバッティングご覧いただきましょう。見事期待に応えました。いや、それにしてもうまく引っ張りましたね。さあジャイアンツ先制のチャンスを迎えています。この辺りもそろそろ点が欲しいですね。なるほど、そうですね。まあそしてチャンスに強いバッターなので、ね、ここは期待していいでしょうね。ここは偵察だけは避けたいですね。そうですね。やがるの可能性だって。ああそう、追い込まれてしまいました。次はボール気味に来るでしょうね。外逃げるボールを引っ掛けないようにしたいですね。なるほど、そうですか。空振り三振、タイムリーとは出ませんでした。前に飛ばしたかったんですけどね。次は勝負強いバッターなんでね、期待していいと思いますよ。はい、その期待のかかる長野がバッターボックスです。中途半端なバッティングで閉鎖するのだけは避けたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。大きく枠を外してきます。よく見極めました、フォアボールです。さあランナーを満塁、先制そして大量点に結びつけることができるか。貴重なランナーが出ました、チャンスが広がります。初球空振りです。まあここは犠牲フライ OK ですね。いい当たりだ、レフト前に向けちゃう。さすが岡本、ホームに送球する、ホームに帰っていきました。ジャイアンツ先に点を取りました。1対0、エースに先制点をプレゼントします。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあさすがというところですよね。動きを見せたのは試合中盤、ここで先制しました。
ッターボックス松井。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトランナー一塁です。今日の先発ピッチャーはジャイアンツがエースの菅野、そしてベイスターズが伊野、この2人の投げ合いとなっています。打ちました、取った、二塁送球、二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。ご覧いただきましょう。最後はバッターは3番松井。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。ヒットでランナーを一塁に置いています。まあ、向こうは併殺を狙っていると思いますか。打ちました、またか。二塁を送ります。セカンドフォースアウト、一塁転送アウト、松井調子いいやん今日。ホームラン出んだと思う。打順は6番マルティニス。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。変化球で空振りを取ります。試合終了。試合を制したのは読売ジャイアンツです。日産、大事なホーム開幕戦、見事勝利で飾ることができました。うん、まあ、今日の一戦というのは非常に大きいですね。まあ、やはり明日以降につながると思いますね。そのいい流れ、明日も期待しましょう。バッタージャイアンツ、大きな今日は勝利になりました。一方の DeNA ベイスターズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように、セントラルリーグ開幕戦は、ジャイアンツが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。